ピアノ三重奏曲第一番の上調作品8は、ヨハネス・ブラームスが1854年に作曲したピアノ三重奏曲である。作曲者自身による改訂版が1891年に出版されている。ブラームスの作品中で2つの版が現存するのは、出版された作品の中ではこの作品のみであり、今日ではもっぱら改訂版が演奏されることが多い。 町長で始まり、同種単調で終わる、多学賞の大規模な作品としては、最初のものである。1855年11月27日、ニューヨークにおいて、ウィリアム・メイソンのピアノ、セオドア・トーマスのバイオリン、カール・バーグマンのチェロによる。1890年1月10日、ブタペストにおいて、ブラームスのピアノ、イエネ・フバイのバイオリン、ダービート・ポッパーのチェロによる。 全4学章から構成されている。改訂版では、主題の書き換えとともに、第3学章以外の短縮などが行われている。ありがとうございます。